ザ・ピペッツはイギリスのインディーズバンドの一つ。2003年結成。レトロ風味のガールズポップバンドであり、音楽的にはシャイングリラスやロネッツといった1960年代のガールズポップスの影響が大きい。2003年中期、プロモーターでギタリストのモンスター・ボビーによって結成された。コンセプトは伝統的なフィル・スペクターのポップサウンドを復活させ、 なおかつそこに現代的なひねりを加えるというもの。これはボビーが DJ 時代に1960年代のガールグループソングをかけた時に受けがいいことから得た着想だった。ボビーはヒットソング創作手引き書ザ・マニュアルに霊感を受けたジュリア・クラーク・ローズと手を結び地元のミュージックシーンから友人をスカウトした。このバンドは人造ポップの実験と呼ばれているが ピペッツの場合は自作の人造ポップだった。男性の伴奏ミュージシャンたちは、インタビューにもプロモーション写真にもほとんど登場せず、そのためボーカル担当の三人娘の役割が、神秘的に見え、なおかつ目立って見えるという仕掛けになっている。この三人娘は、水玉模様のドレスを着ており、ライブショーでは、お揃いの振り付けを演じるのが見どころになっている。一方、カセッツは、 各人のイニシャルが入った黄色いタンクトップを着ていることがある。初期はエレクトリックソフトパレードのメンバーを含むラインナップで活動していたが2004年中期には7人のメンバーがそれぞれ別れた形態になり今日に至る。2005年4月結成者のジュリアが自身のプロジェクトであるインディケイツの活動に先進するために脱退。ジュリアの代わりに参加したのが ピペッツのファン出身で、元ウェールズ語エレクトロポップソロアーティストのグーエノーである。2005年、メンフィスインダストリーズとの契約に先立ち、同レーベルのザ・ゴー。チームや、ザ・マジック・ナンバーズ、ブリティッシュ・シー・パワーといったバンドと共にツアーを行った。直後、初回限定版のビニール版3枚をリリース。デビューアルバム We Are The Pippets は2006年7月17日に、 英国でリリースされ、41位を獲得した。米国のレーベルでは、インタースコープレコーズの一部門である、チェリートリーレコーズと契約を結び、米国最大の音楽見本誌、サウスバイサウスウェストに連続出演した。2007年8月28日には、北米でアルバムがリリースされる。これに先立って、2007年6月5日、 E.P. You Kiss are Kisses are Wasted on Me がリリースされ、ビルボードのホット100シングルスセールスのチャートで5位を記録している。ローズ・ベッキー・グエノー・ジェイソンは、T ・ジングルルを脱退して2007年7月に、ピペッツのメンバーとなった。初代ドラマーのロビン・オブロック3は、自身のバンド、ジョーリーンザ・ジング・チャンジョンに専念するために、ピペッツを脱退した。ベッキー・ピペット、ローズ・ピペットは、 ピペッツを脱退したことが2008年4月18日正式に発表された。購入は兄とアンナの二人。2008年4月18日、ピペッツのマイスペースにて、ベッキとローズが他の音楽企画での活躍を期してバンドを脱退し、その代わりにアンナと兄が加入することが発表された。このラインナップは2008年の夏にライブデビューする予定であり、 同時にセカンドアルバムのリリースも見込まれている。これによって、オリジナルメンバーは、全員がピッペッツから去ることになる。中、2004年12月のギグでは、インザブリークミッドウィンターという歌を含む、限定版の CD が200枚、当時番号付きで、無料配布された。当時、この曲のアカペラ版がオーディオジャンキーズにてダウンロード、可能だった。バートン。 ローラ、リーダーズオブザパック、ザガーディアン、1ノーベンバー 2006CMUS クリス・クック、インタビューズザ・ピッペッツ・ハット・ピッペッツ・ポップワールド・インタビュー。ありがとうございます。